獣王クワウルに武家屋敷のみを荒らすゆえんにより江戸全市民の喝采を博した異名ネズミ小僧武宿入れ墨次郎吉がその断罪申し渡し書によれば大小名旗本をかすむること99件、禁煙累計7931両。がしかし重なる悪事に次第に身辺の危機を感じてきた次郎吉は天保2年中秋、残滓のほとぼりを冷ますため色は仁王江戸ちりぬるを隠すその身は上方へ追うは配布の人相書き。早くも巡らされた追部の気配に道中癒やす気心もなく浅き夢見し栄もせず今日水は流れて大阪へ。おはらめ舞妓に彩られたる京の情緒を水に流し伏見寺田屋の浜から水を切る炉の音はおなじみにぎやかな三十石船の船中。陸部にあんま旅飽きんどに遊び人、猿回しに旅芸人、琵琶法師。中で目立つ赤眼の遊び人風の男、そして妖艶鉄火美しい女が一人、名はおせん。さあようござんすかい。えどっちもどっちも長藩。さあようござんすね。横瓶からサイコロ。いずれも同じ穴の無地な。なるほど、これなら負けっこないね。うまくできてるよ。ようござんすかい長藩。それじゃ勝負でござんすよ。船中の手慰さみ。あーまたやられた。どうも今日は飽きまへん。猿回しも一稼ぎ。さあさあもうちょっと張り切って。さあさあさあ、そらどうした。えそれそれそれ、ん、ん、何。お蝶目が足りない。お蝶目は足らないんで、えもうちょっと弾んで。さあこっちへおいで。おおきに、ありがとうございます。目の見えないはずの琵琶法師が横目でおせんの財布を伺っております。仏に仕えるもののみが正しきや。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。おいた、これ仏罰天罰か。南無阿弥陀仏。おい山本じゃで、降りるお客さんは支度しなされや。山本じゃ、山本の浜じゃ。いつになく厳しい戦議。御用提灯が並んで役人が旅人を一人ずつ調べております。ご苦労様でございます。ご苦労様で。よし、船中を調べるぞ。皆の衆よ、人痘改めのご出役じゃ。改めるぞ、いよいか。お、いける。博打を打っていた遊び人が慌てて立ち上がった。ん？人相書きの、間違いない。貴様さては、これだ。ネズミだ。御用、御用だ。ネズミ小僧、神妙にバグにつけ。冗談じゃねえ、ネズミじゃねえ。神妙にせい。御用、御用だ。それ捕らえろ。御用だ。船中は大変な騒ぎとなった。
み小僧、お縄を頂戴しろ。神妙にバグにつけ。それ、なしな。御用、御用だ。ネズミ小僧、バグにつけ。あの博打打ってた男が、おせんが動けないわけはこれ。なんでもお江戸でえらいことして髪型に入り込んだそうで、きついご先やそうや。えらいさんやな。もう捕まってやろうか。分からへんで。おい、みんな船を出せ。船を出せ。さあ、船を出せ。ええな。やっと静まった船の中。あ、財布がない。おせんの財布が。財布はここだぜ。これが本物のネズミ小僧次郎吉。苦み走ったいい男。おせんは一目で引きつけられた。ねえ、ちょいと、アンさんもちょっとしたネズミなーい。薄墨色の夜は更けて、川風さっと頬を打つ。いいお月さん。ねえ、ほら、二日月の晩にできると腐れ縁だって嫌張ります。淀の夜船は橋本平方五番蔵。いつか二人の姿が消えた。知っているのは二日月。そして三日後、ここは船宿わらび屋の二階。お月様見て感心してるんだよ。二日月の晩にできると腐れんだって、てめえ見事に言い当てやがったな。すんまへん、ヤクザな兄を持ったばかりにエロを心配をかけまして。そうじゃねえ。腐れんだっていうな、てめえとの仲よ。ふとした縁の絡み持ち、月の明るい夜でした。ごめんやす、晩ご飯お持ちしました。なにわの船宿。なぜかすげない次郎吉におせんが。ねえ御所です、見捨てないでよ。たった一人の兄は兄で、妹を食い物にするような人ですし、うちはもう。ねえ次郎さん、とにかくその仁吉さんとやらに会ってみよう。それじゃあ、当てとのこと話をつけてくださんの。おあつらえ向きにひげも伸びてるし。ここは太宰衛門橋爪の地雷屋どこ。ここがおせんの兄仁吉の家。旦那、江戸でござんすね。どうしてわかる。どうってことはねえですが、まあそれぐらい睨めますや。そりゃせや、睨めるはずだともさ、親方お付き合い筋が違うたるでな。そうか。とんでもねえ。彼のためなら手段を選ばぬ悪党仁吉は、妹おせんの体を餌食に生きる打滑のごとき男である。そこへ世間のおさいばあさんが入ってきた。ごめんやっしゃ。店へ来てもらったら困るやないか。
何言うてまんねん。用があるさかい来たんやないか。え、親方。えらいもんが来よった。えらいもんが。ああ例の話やったらまたにしてえな。飽きまへん。今日はどうでも話つけな。一体全体おせんさんの息はどないなりよりましたんねや。それがその7洋館も前に今日の店は出たはずなんだが、そのままぷっつり落とさたなしで、どこへ行ったかわいも困ったるんやな。さよか。扇屋さんではあんさんを信用してあるよってに大枚の前金を渡さはりましたのやで。親方。せやさかいわいかて困ったるんや。さよか。金さえ取ったら玉どないなと知りまへんで、どだいすもんだっしゃろか。だっしゃろ親方。そがみがみ言うたかてな。ばあさん。せやけど和邸の方にしてみれば、金払うた以上当人さんを渡してもらわな拉致あきまへんがな。なさだっしゃろ親方。わかったらわかったらわかったらな。よう見ておくんなはれ。ほれ証文もますせ親方。ほらここにちゃちゃっと話つけてくらはないよやったら、わてのほうかてつもりがおま。もうちょっと待ってえな。しゃあないやないかばあさん。なあきまへん。ほな全都金ことごと耳揃えてこの場でさらりとお返しやすか、それとも今日明日中に必ず妹さんワイのとこまで連れてきてくらはりまっか。親方どないしまんねん。そんな無茶な。おきなはれ。おせんはんが自分でどこぜづらかったか、おまはんが別口はめはったか、そんな詮索こしたらのしたことかいな。どないしまんねん親方。そげな大きな声出して。大きな声。あおきいのは地声だんねん。大きに心配しないどいておくれやす親方。弱ったな。ったく。なんぼかやらな帰らへんで。銭や銭をやらな。おさえはんすまんな。今日のところはこれでこらえてえな。ジェジェコだっか。うちゃそんなつもりで。さよか。おぎゃはんから責められるし、中に立ってつろうまんねん。はいお目鼻つけておくれやっしゃ親方。ほなおおきにまた来ますわ。ババアめ。あ、もういい。親方やられたな。おかげで助かりました。おかげさんでおおきに。ちょうど入れ違いに入ってきた一人の娘。親方さん、元いはまだございますか。沖の藩か。待ってたんや。寒かったやろ。そう、当たり当たりいな。この寒空にツンツルテンの薄物で震えながら入ってきた横顔の美しい貧しそうな娘、名はおきの。だがどことなく気品のある武家育ち。言葉の端に江戸なまり。次郎吉の目がじっとお絹のに注がれます。何か訳がありそうな様子。手内職の元結衣を持って売り歩く武家育ちらしいこの娘が、しきりに気にかかる
次郎吉でありました。ごめん、仁吉はおるか。重松の旦那で、どうぞ。入ってきた武士は、勝手知ったる我が家のごとく奥の座敷へ、あぐらをかいて置いたのが、実手。あ、お笑いよ。どうせすぐ風呂へ入るんだから。釣りはいらねえよ。どうも、おおきに。我知らず惹かれる思いで、次郎吉が娘の後を追った。ここは何話の宝禅寺。沖野は宝禅寺へ来ると、病人がいるのか、お百度参りを始めた。後を追ってきたのは次郎吉ばかりではない。仁吉の子分やっちょろの牛も同じように沖野の様子を伺っております。一生懸命にお百度を踏む沖野。器量がいいというばかりでなく、髪の毛がいい、目元がいい。じっと見ているうちに、次郎吉の胸深くほのかな明かりが灯った。やがてお百度参りを済ませ、そのまま立ち去ろうとした後ろからやっちょろの牛がつけてくる。またんかい。はっ。おとなしゅう歩きな。いいとこ連れてってやるさかい。声出したりジタバタしたらぶすりやで。歩きな。いて。もう一度今言ったこと言ってみな。声を出したりジタバタしたらブスリだぞ。おめえさん、うちはむさ苦しいところでございます。天王寺裏のお半頃長屋で。悪い野郎がつくといけねえ。あっしが送りやしょう。トンビに油揚げさらわれて、このまま帰ったら親方に叱られる。仕方がないのでやっちょろの牛。コブタンの一つぐらいは覚悟をして。しゃあないな、なりを乱して。よーし。うわ、いた。親方、親方、親方、マツコ、親方どこや。コブタンとないして、カニ船や。カニあるか。よし。沖野はまだか。もうそろそろ。ああ、来た来た来た。旦那お待ちかねの、お待ちかねの娘来ましたぜ。なんや、お前一人か。沖野は。それが飽きまへん。どないしたん。連れてこよう思ったら、いきなりよっから変な野郎が飛び出してきよって。なんやと。それでどうしたい。いきなりわいの横面。そいつが烈行か。このアホんだら。ほんまにスカタイや。どうした仁吉。それが飽きまへんで。天王寺裏の貧しい人たちの住むわびしい
長屋、次郎吉がお絹を送ってまいりました。元家作りの小商い、内職者やお仕立てどころ、いくら働いても追いつかぬ貧乏暮らし。病気の父を抱えてか、何か訳がありそうな武家崩れの娘。次郎吉はこの親子の様子が知りたかった。長屋のおかみの手伝いをしていろいろと聞き出します。おおきに助かりましたわ。ああ、おきのはんのことかいな。なんでも江戸で脇坂様ったらいうお旗本の御用人を務めてやはりましたね。そのご主人様がご不審方をしてはったところから永代橋とやらの作事のご公金を扱ってやはりましたね。そやよってに、そのご公金はあのご用人さんがお預かりしてお屋敷で晩してやはりましたね。ところがさん、えらいこっちゃ、あるばネズミ小僧って大泥棒に入られはって千何百両とか持ってかれはりましたんね。なあ、そいで毎年80両ずつとかご主人へ返済するちゅう約束で商売をしに大阪へ来やはりましたんね。せやけどお侍でっしゃろ、武士の商法でわずかの元手ぐらいはすぐ堂島あたりですっちまい、あげくの果てに長野を患いにかからはりましたね。気の毒なこっちゃ。それから沖縄藩がたった一人で内職をしてかわいそうに。で話は？兄貴はいたがおめえの一件は話さずに蹴った。なぜ？ほっときゃいい。兄貴は勝手におめえを食い物にしてるんだから、おめえだって自分勝手にすりゃいいんだ。そんな勝手にって、それじゃあ私どうすりゃええの？それを俺が知るものか。おめえの体おめえが勝手にすりゃいいんだ。チロさん、あんたそれで構わない？なぜ俺が構わんけらいけねえんだ。夫婦と約束したわけじゃなし、ひょっとした旅の気まぐれをいつまでも重荷に背えるものかい。だってあんた水を向けたなおめえだぜ。次郎さん。お邪魔さんで、どうごめんやす。番頭さんかい？へえ、勘定の催促ですかい。すんまへんが、もうだいぶ約束のやつが俺らしく留守だったんだが、もう帰ってくる自分だ。これから行ってきやしょう。一つお頼み申します。くどくど言いなさんな。明日の朝利息をつけて払わねえ。明日の朝って、じゃあ今夜は？またねえで、早く寝た方がいいぜ。次郎吉はきっぱりと言い残し出て行った。夜道を急ぐ足。おせんの兄地雷屋どこの二吉がこのところべったりとくっついている天満与力重松佐治兵衛の役宅。二吉は次郎吉の心に焼き付いたお歯黒長屋に咲く白菊、美貌の娘お絹を重松のそばめにして御用実手を手に入れようと企んでいたのであります。
ぐでんぐでんに酔った重松をようやくのことで役宅まで連れてまいりました仁吉。じっと様子をうかがう次郎吉。おきのはどうした？旦那、もうすぐ男でございますか。さあ、大丈夫でっか。おきのはどうした？おきのを連れてこい。よろしおま。だいぶこんばんはお過ごしで。にきし、貴様案外案外働きがないぞ、ですから、そのもう少しテキパキと働けますよ、かねてお願いの。じってがそんなに持ちたいか、よし使わそう。その代わり沖野の一件さえ拉致開けたら、なんとか都合して使わす。ほんまでっか。沖野を連れてこい。にきし、どんな手段でもよい。手段は選ばん。なんとか早く起きの、早くいたせ。よろしおま。じゃあ一つ手段を変えて金で当たってみることにいたしましょう。金か。金ならばいくらでも出すぞ。じゃあ一本。おお、十両でいいのか、にきし。いや、十両がとう。百両。旦那、素人の出しゃろ、手いらずの。旦那、またあの器量な。おまけにちょっとは小骨もありの。旦那、十両だやすま。せいこか、やっぱり百両で。よし、出すぞ。出す。旦那、お宝は？仏間じゃ。仏間へ連れて行き。やがて仏壇が開かれ、中から金包みが出る。その様子をじっと凝視するマナコ。そら百両、礼金は追って使わす。それ、礼金なんかより、それよりも分かっとる、じってじゃな。一度閉まった仏壇が再び開いて、やがて中の金が消える。最初はそりゃ気まぐれからだったろうけど、今じゃあたし次郎さん。てめえが本気に惚れ直そうとどうしようと、俺はそもそもから同じこった。いいえ、お前さんだって大阪へ来て5日6日は、それが兄さんちへ行かはった時からコロリと変わった。いいえ、あれからお前さんの頃がよそへそれはった。そんなことがどうして？わかります、女の勘でわかります。そうか、それがわかってりゃちょうどいい別れのしようじゃねえか。
それに第一、おめえの身のためだ。俺はおめえが考えてるよりはちょっとばかりうるせえ教授を持ちなんだからな。そんなこと、うちかってもうとっくに知ってます。何？おめえ、ほら今それ天井裏で暴れていやはるネズミ。ゆうべの泊まり改めだって宿の者が間抜けやよってによかったもののあのままだったら。おせん。それじゃあおめえ俺に惚れてたわけじゃねえんだろ。てめえの惚れてたなネズミ小僧って看板よ。チロさん、そんな。なるほど、髪型女はさすがに感情だけや。ネズミ小僧にくっついてりゃ兄貴の一件の百両ぐらいは稼いでくれるとでも思ったか。よし、俺もネズミだ。商売もんのおめえとただじゃ遊ばねえぜ。いささか高え線香台だが、おい、その火鉢を見な。そこんとこへ百両入れておいた。兄貴に渡すなりどうなり勝手に使いな。チロさん、だがまあ諦めなよ。これでもネズミといや江戸じゃ今売り出しの大看板だ。どうせおめえもすっかたぎじゃなし、その評判の大名台にちょっとの間でも可愛がられたんだからな。おせん、血と月並みだが達者でいなよ。チロさん、待って。忘れ物よ。チロさん、たまにゃたまにゃ思い出してよね。さて、なんとも言えねえ、すっぽり忘れりゃそれまでだ。ごめんやす。おや、真っ暗で明かりつけまよか。ええわ、お月様があないにきれいやわ。ほんまに、ほなよろしゅう。涙隠したおせんの頬に青く無情な月明かり、冷たく肌に染みてゆく。天王寺裏のお歯黒長屋。二吉がお絹を重松に世話をするためにいろいろと口説いております。なあお絹はん、なあ、だってお前
聞きゃ新町芸妓に出るとかって噂じゃねえかや。な、ね、芸妓になってたくさんの客の相手をさせれるよりは決まった立派な旦那氏のお世話になる方がどないにええか。ええべべきて贅沢できて。そんなこと父が。お父っつぁんもわからなさすぎら。芸妓はいいがお屋敷勤めはいけねえなんてそんな理屈があるかいな。相手は立派な人やな。沖の藩うんと言ってえな。沖の藩、沖の藩。いいえ。なあ沖の藩なあ。もうその話なら何度伺っても同じですから、どうか。さあぜぜこ持ってきた。ええな。さあとっときいな。支度の金や。さあ旦那からだ。いいかい。邪魔になるもんやなし。困ります、こんなお金困ります。どうかしまっときり。沖の藩、人の親切を無にするもんじゃねえ。いらなくなったらその時に傾斜それでいいや。ええな、ええな。とにかく百両確かに預けたよ。困ります、こんなお金こんなお金。私たち、ええな、私たち。困ります、困ります。どうしよう、どうしよう、こんなお金。沖野さん、その金あしが消してあげやしょう。何心配することはね、必ずあしが。それではお願いいたします。ええ、きっとあしが消してきやす。それからこれもまた余計なおせっかいだが、芸妓に出るなんてどうもよくない了見ですよ。何事情は大抵聞いております。だがこれだけはやめておくんなし。あっしゃ今まだ何も言えねえが、あっしゃ実はちっとばかしお父様にかかり合いのあるものなんでござんす。え、父に。え、何もかもやがて知れます。待たせると言ってもわずかの間な。沖野さん任しておくんなせ。それまでこの素性も知れねえ男の頼みを聞いて今の芸妓の一件は待ったにしておいてくれませんか。ようござんすね沖野さん。ようござんすね。きっと、きっと。沖野、沖野。ただいま。それじゃ芸妓の一件頼みましたよ。そのまま手ぬぐいに包んだ金をポンと投げ込んで次郎吉は去ってゆく。沖野が家に帰ると手ぬぐいに包まれて投げ込まれた金が、開いてみると200両大金であります。その200両の金を神棚へあげて休んだその夜、この天王寺裏のお歯黒長屋に泥棒が入った。あ、何者じゃ。踊れ盗賊。うるせえ。待て。逃げたぞ。大変や、泥棒が入った。ほんまか。どいつや、泥棒だ、泥棒だ。
もわからねえぞ。寝ぼけてるはずはなし。あの時は確かに百両。確かに沖縄は百両包み一つ渡したのが、早のうちに二包みに化ける。金が金を持っては言うけれど、おかしいの。お、誰だ真夜中に。誰だ。親方、真夜中だなんてもうとっくに開けてまっせ。ほら、朝でっせ。お、開けとったんか。なんや、どないしたんや。うし。えれいこちゃん、沖野の親父が泥棒に殺されましたね、親方。何？それで何か泥棒の証跡になるもんでも残ってたか、うし。あ、そんなことは格別調べなんだが。あ、アホ、このアホんだら。なんちゅうやっちゃ。うし、やがては実手を預かるはずの仁吉の身内でありながら、なんててめえは間抜けなんだ。泥棒が何か残していたかどうか、貴様案外役に立たんぞ。調べてこ。はあ、親方、調べてきます。子分のやっちょろの牛が走り去ったその後で、さて銭を隠さな、銭を。誰や、誰やそこにいるの。なんや、おせんやないか。どないしたんや。おせん、エロを心配しとったぜ。でも前よう来たな。お前あれから音沙汰なしで、おさいばあさんは来るし、大宮派はギャーギャー言っとるし、ほんまに困ったわ。よう来た。苦労かけよって。どないした、話つけてやるわ。おせん、行ってくれるかなあ。行ってくれ。兄さん、あて自分の体自分の勝手にしたよってに来ましたえ。さいか、ほなお前兄弟の縁でも切りたいってのかい。え、おせん、そういうのか。さ、百両縁切りがね。これは百両。お前こんな大金どないしたん。どないしたんや、お前。おいおい、おせん。じゃあさいなら。待ちいな、封印が同じ金。おい、おせん、てめえこの金をどっから持ってきたんだ。え、もらったのさ。誰に、誰にもらったんだ。誰にって、お客より他にないじゃないか。待ちいな。てえと、今日からこっち一緒にふざけてた相手の男からなんだな。ああ、そうか。じゃあお前その男に何か含ませて、ワインチェ様子を見に来させたことはなかったか。そりゃあったかもしれないよ。うん、そうか。やっぱりあの男か。兄さん、それがどうかして。何か。いや、なんでもない。あれ、え、どないしたん兄さん。ちょっと外見てみ。え、外、窓の外見てみ。ほら、え、外に何か。え、何するんや。
お前がいたんでは手柄を立て損なうや。辛抱せい辛抱せい。くらい福の神持ってきよった。にそがきにそがき。わいの睨んだ目に狂いはない。これ、このにそがき。ネズミ小僧。ネズミ小僧、この男。はよ知らせな。大手柄や。これから実手を預かる仁吉が大手柄を立てるんや。よっしゃ。さ、辛抱しとれ辛抱しとれ。お前がいたら邪魔なんや。さ、よし、決まったわ。よし。おい、二階の女、逃がしじゃねえぞ。いいな、しっかり見とき。へ。親方、長屋、アホンだら、大取りもんや。はいよ、今回。へ。ここ宝禅寺裏。次郎さん、連れてってください。お願いです。さ、どこへ。次郎さん、どこへでも、どこへでも連れてってください。どこへでもついて行きたい。おめえ、そりゃ本当か。ええ、連れてってください。おきのさん。次第に愛よる二つの魂、風も身にしむ宝禅寺。いけねえよ、いけねえよ、おきのさん。いけねえ、いけねえ、おきのさん。おら、気まぐれもんだ。いつまたおめえに飽きが来ねえと限らねえ。おきのさん、分かってくれ。なあに、どうせ木の空で目を塞ぐ最後ながら、せめて腐りきった生涯にただの一つぐらいは綺麗な思い出があってもよかろう。ほら、おめえの真実が嬉しいだけに、おめえとは一緒に行けねえ。俺はそうした男なんだ。次郎さん、世話のざらし草のつゆ、追われ追われる教場持ちは、女の情け受けられぬ。次郎さん、あなたはどこへ、どこへ。おら、仁吉を追っかけて、あいつに貸してある相関状をつけるんだ。え、危ない危ない、今言ったら。やつはきっと俺がやる。ネズミと異名の次郎吉がこのまま江戸へは消えられねえ。第一、あいつは可愛いおめえのとっつぁんの敵。おう、いいか、看護の衆頼んだぜ。ええ、わかりやしたよ、よろしおま。ええ、頼まれましょうとも、旦那。それじゃ、いい。髪型にだってちった血の通ってる野郎もおばせ、旦那。ありがてえ、嬉しゅうござんす。それじゃ、銭はありったけ。大丈夫と思うところまで送り届けて、土地が余ったらお嬢さんへ。わかりやした、相棒。うん、ガッテンだ。よし、行こうぜ、首掛け道中だ。よし、来た。それじゃ、沖野さん、早く乗っておくんなさい。
それからこれはお父っつぁんの位牌だ。しっかり持って。ありがとうございます、チロさん。チロさん、あの空。おきのさん、いいお月様。夜風身にしむ裏小路、遠ざかりゆく影一つ。行きて帰らぬ夢ならば、そっと目と目で別れよう。月も今宵は名残月。さあ出かけるぜ。飛ばせるだけ飛ばしてくれ。仁吉の手配で数を増す取り手の群れはとえはたえ、蟻の這い出る隙間もない。晒し一本次郎吉が握る合口懐に、怒りに燃える男の生き字。御用提灯は次第次第にその数を増す。ネズミ小僧、御用だ。シャラクシー、御用。お、屋根登った。おせんはん、それによおいらだって今じゃお上の御用預かる身分なんだしよ。なんとかいいな、惚れとるんや。お前さんだってもういい加減に水商売はよして、れっきとした亭主を持った方がええんとちゃうか。親分は親分、わいわわい、ほんま惚れとるんや。おせんはん、取り物が近くなったな。御用提灯に追われた次郎吉がやがて仁吉のうちへ。はあ、やこしい。ああ、ネズミ小僧だ。嬉しい、次郎さん。やっぱり、やっぱり連れ出しに来てくらはったのね、あんた。違うぜ、ほら、そんな筋合いで来たんじゃね。お願い、次郎さん、ね、次郎さん、御所連れて逃げて、御所だからさ、お願いだよ。逃げられるか、逃げられねえか。さあ、外を見ろ。あ、闇を焦がす御用提灯、じって鳥縄呼び込むへ、しじまを破る御用の声。次郎さん、どうしよう、どうしよう。見る通り、次郎吉は今命の瀬戸際だ。何を、何をそんなに危ない目してまでここへ。次郎さん、え、預けておいた仁吉の命と、それから立て替えた金と取りに来たんだ。やっと見つけたぜ。よし、
ジロキシともあるものが稼ぎのピンを行かれたままじゃのめのめ江戸へは帰れねえんだ。おせん、髪型じゃ死にたくねえが、こう囲まれてどうなるものか。ちくしょう。いいえ、大丈夫、逃げられる。何？おめえ、ジロさん、きっと、きっとあてが逃がしてみせる。女の一年逃げさせるとも必ず。お前さんだけ、お前さんだけ。さあ、この十手で逃げておくれ。おせん。そしておめえは。わて、わてのことなんか今さら心配してくれるがものはないはずよ。ジロさん、ジロさん、あたしはおせんという女をあんたに忘れさせないよ。ジロさん、よし、ネズミ小僧は2階か。よっしゃ。親方、大丈夫でっか。大丈夫や、ドキ。仁吉が入ってきた。そのまま2階へ。ネズミ小僧、御用だ。締めにしろい。2階へ上がってネズミ小僧を捕らえようとしたが、待ち構えていた次郎吉が。待ってたぜ、仁吉。うわー、やられた。それ、仁吉がやられた。2階へ行け。御用だ、御用、御用だ。だがそこには血みどろになった仁吉が立っていた。兄さん、お詫びは地獄で。次郎さん、忘れさせないよ。次郎さん、川だ、川へ逃げた。川だ、川へ逃げた。川だ、川だ。身を踊らせて淀川へ。おせんの姿は消えてゆく。川へ逃げた。川だ、川だ。暮れるに早い早春の闇に飛び散る十手の声。御用提灯よそにして惚れた男の心を抱いて水に流れる女の生き字。御用の縄目は振り切るとも切るに切れない恋の糸。おせん、おきの、俺見ろ、いいお月様だ。おぼろ月夜に何話の風が涙誘うか次郎吉越し。天保五年、次郎吉はついに捕らわれ、悪事の報いで死罪にされた。わつらえ次郎吉越しの完結であります。